大島というここの萩野町の人間にとってはですね、この8月16日っていうのが盆、特別な日です。準備したんですけども、ここ猫1匹しか通ってないんですよ。今日ここに何千人って人が来るんですよね。この日のために里帰りをされたりとかですね、本当この田舎でこんだけの大きなイベントができるっていうのが私らの誇りでもあります。